無免許運転の木下富美子都議、ようやく議員辞職へ。しかし、この4ヶ月間、東京都議会は何もできませんでした。分厚すぎる、手厚すぎる、政治家、議員の身分保障、果たして本当にこのままで良いんでしょうか はい、こんばんは。参議院議員の乙木俊です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いいたします。え今日は11月の22日を、いい夫婦の日にこちら収録をしておりますけども、え今日の先ほどですね、18時に、木下文子、元都民ファーストの会都議会議員の木下文子都議会議員が、えー、記者会見をいたしまして、まあ、無免許運転を繰り返していたということで、まあ、在宅起訴を先日されたんですが、ようやくですね、本、ま、当、あ、遅きに失したと思いますけども、ようやく観念をして、議員辞職をするという記者会見を、えー、いたしました。 まあ本当に、ね、遅きに失し,したという一言ではあるんですけども、まあこれ以上身分にしがみつかずにですね、ようやく辞職されたということで、まああの別に評価するわけじゃないですけどね、まあようやく最低限の行動をしていただいたというふうに思っているところであります。で、この記者会見については私もまだ動画で本編はすべて見ていないんですけども、まあ文字起こしや各種のニュースの記事などを見ますとですね、まあどうもですね、なんかあまりちょっと反省の色が見受けられなかったということで、かなり批判もされております。え、なんかですね、議員の辞職、議員辞職勧告決議というのが2回 都議会では可決されてるんですけども、まあ韓国決議でしかなく法的拘束力はないとかですね。議員として十分な仕事をさせてもらえない理不尽な現実に悩んだとかですね。いやもうどういうことだよと思います。これはね、ちょっとさすがにね、あのもう辞めていく方なんで、今日以降はもう触れませんけども。しかしね、この自分の本当に身から出たサビ自分が蒔いた種でですね、都民から議会から説明を求められているにもかかわらず、その説明責任から背を向けてですね、その段階で議員籍韓国を出されて、でなんか周りにし 仕事をさせてもらえないと理不尽な現実とかですねまあ、逆例的に言うこの神経はもう正直全く理解できないですしまあそれはもうやっぱり一都民として腹が立ちますよねそれはねえー、私が腹が立ってるんだから普通の有権者の皆さんはもっともっとこの発言には怒る怒ると思いますし別に怒る,怒,る怒って叱るべきだと、えー、いう風にいやいや思いますまあもうあのなんかもう免許はね取らないとか運転しないということでありますけどもまあ本当ねちょっとしばらくもうこれはもう頭を冷やしていただいているか、まあ、私もねいろんな再チャレンジを応援するということですからまあ、罪をつがっていただいて え、あ後に再チャレンジすると、まあ、いうことはね、すべてを否定するものではありませんけども、まあ、こういうね、自分が仕事できなかったのは理不尽な周りのせいだ、みたいなんですね。あとなんかこの弁護士の、同席者弁護士の方もですね、なんかいじめのような感じだったみたいなコメントをしてですね、い,いじめ、いじめじゃないですよね。あの、あくまで説明責任を求めた、だけであって、別に私は都議会は、そこについては別に、え、何もいじめのようなことはなかったというふうに思いますし、むしろね、何も知らさすぎたことが東京都議会は、え、問題だというふうに思っております。まあ、広下さん個人の話は、まあ、今日は、今日限りで、え、今後はしないとしてもですね、 じゃあ今後同じようなことが起きた場合に何か議会ができるのかっていうことは、これは仕組みとしてね、木下さん個人を置いといて仕組みとしてやっぱり真剣に考えていかなきゃいけないんです。で、ちょうどですね、今日、大阪府議会の方では、日本維新の会の大阪府議団、大阪維新の会、大阪、大阪維新、えなんだ、大阪維新の会ですね、府議会議員団の方々がですね、長期欠席をした場合には、議員報酬、議員のお給料は払わないというですね、条例の改正案を策定して発表をいたしました。まあこれは、あの、 産休とかですね。あるいは、えー、病気、あの、入院が必要だというふうに医師,医師が認めた場合とかですね。まあそういった一部の、あと感染症かかった場合とか、そういう一部の除外規定を除いて長期で欠席した、まさに今回の木下さんのように、ちょっと体調悪くてとかメール一本入れてですね、えー、雲隠れをするような、まあこういう方々にはもうその翌月から議員報酬を払わないと、差し止めると、まあいうことのね、条例案を、えー、策定して、まあおそらくこれは、えー、医師、医師は大阪府議会では過半数を取ってるので、えー、可決されることになると思います。まあこれがね、あの、 大阪府議会は、あの、自分たちは当事者別に木下さんがいたわけじゃないですけども、当事者ではなかったけれども、まあこういう問題が起きたことを受けてですね、迅速にこの条例案を作って、まあもう可決寸前、もう可決されるであろうとこまで言ってるわけですよ。ところが東京都議会はですね、その給料を差し止める条例案についても二の足を踏みましたし、ましてはこの木下、木下文子都議を除名するという動きに関しても、全く動きが似くかったと。え、結局議員というのは、えー、その、立場重い、重たいとかですね、まあなんだかんだ言い訳をつけてですね、自分たちの、えー、要は身分が可愛いと、自分たちがそういうことが振り返って 来ないいよううにということで二の足を踏み続けてですね、えー、この4ヶ月間何にもしなかった。まさに手をこまねいて、ただただ議員所韓,韓国というですね、まあ、最低限お気持ちの表明はしたけれども、仕組みを変えるということについては一切手を出してこなかったのが、東京都議会の、まあ、実態なわけですよね。まあ、これについてですねやっぱ我々真剣に考えていかなきゃいけないと思うんです。えー、確かにこの国会議員というのは、あの、やはり身分保障とか憲法で保障されているので、なかなかこの歳費を差し止めるっていうことが難しいので、まあ、あの、河井兄さんの時もずっと、えー、逮捕されて河井夫妻が出てこないのに、お給料払われ続けるということが問題になって、 変えなきゃいけないと思いますけども、地方議員の場合は、憲法とか別にいじらなくてもですね、条例レベルでこの議員の報酬を差し止めるとかですね、ボーナスを払わないとか、あるいは、まあ、何かしかるべきことだったら、議会内の懲罰動議で除名するとかですね。そういうことができるわけで、自分たちの権能でできるわけですので、これは、まあ、一切何もしなかったという。東京都議会、自民党も公明党も、都民ファーストの会も、そういう多くのね、大会派の方々の責任は、私は極めて重いと思いますし、これはしっかりね、今後、やっぱ、これが広瀬さんが。 木下富美子さんが辞めたんで、もうこれでシャンシャンということになるんでしょうけども、本来はこれで終わりにせずですね、第二の木下さんが出てきた時にですね、速やかに議員報酬の差し止めができる、あるいは場合によっては除名ができる、まあそういうルール作りに向けて、真剣に議論を交わしてですね、少なくともこのお給料は減らす、差し止める、この条例案は現行の,あの法律の範囲内で作れるわけですから、ここまでは私は東京都議会は、速やかに着手をするべきだというふうに思います。まあそうしたことはこの松田隆介と議会議員も、日本市都会の松田隆介と議会議員も述べているところであるんですけども、まあ、我々東京、まあ維新 のの会、えー、の議員としてはですね私も元東京都議会議員としてですね、まあ、この東京都政の低たらく都議会の低たらく大阪では当事者ではないにもかかわらず速やかに条例をまとめたのに比べて東京都議会で何もしなかったということについてはです、ね、厳しく指摘をして、そして、えー、この仕組み作り新たなルール作りをするためにですね 今後も建設的な提案をしていきたいというふうに思いますので、よろしく皆様のご視聴、ご鞭撻と、チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。あと一個ですね、なんか小池知事が最後幕を引いたみたいなね、そういうこう論調にしようとしている方々一部いるみたいなんですけども、まあ、木下さん自身は、あの、小池知事と会う前から、面談する前から、意思は決めていたと、まあ、いうことをおっしゃっているようです。まあね、小池知事に花を持たしたいという気持ちもわかりますしね、ちょうど復帰したところで、まあ、こういうことで、なんか一つの、なんでしょう、小池知事早速、お手柄みたいな 木下さんに任を渡した、みたいな、ま、ことにしたいと思うんですけども、まあ、これは関係ないんじゃないかなと、え、私は思います。あの、なんで、小池知事は、あの、せっかくね、あの、健康で戻ってこられたので、まあ、この木下さんは、マイナスをゼロに戻しただけですからね、いずれにしても、まあ、小池知事の影響があったとしてもですね、え、マイナスはゼロに戻っただけですので、引き続き突にね、え、改革の精神で、え、進していただきたいと思いますので、ご期待申し上げます。え、お、お、帰りなさい、小池知事ということで、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。え、それではまた明日、さよなら。ポチッと。